はい、皆さんこんにちは。本日の動画は先日発売がありました話題のコラボスニーカーをですね、購入することができましたので、今日はですね、そちらのご紹介をさせていただきます。もうすでにね、即日もう完売してしまった商品にはなるので、今からこう購入できる商品ではないんですけども、結構こう注目度のある話題のコラボのスニーカーにはなるので、気になっていた方もね、非常に多いかなと思ったので、今日はですね、そちらご紹介できればなと思います。今日の動画見ていただいたら、実物の雰囲気とかね、わかるかなと思いますので、気になる方はね、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ではね、もう早速商品の紹介に行っちゃいましょう。はい、ではね、早速商品のご紹介に移れればと思うんですけども、本日ご紹介させていただく商品はこちらですね。オンとポストアーカイブファクションのコラボのスニーカーになります。で、オンのスニーカー、今回僕初めて購入したんですけども、2010年に創業されたスイスのブランドでして、かなりね、こう最近履いてる方増えてきてるかなと思います。ソールとかもね、かなりこう特徴的なスニーカーになってまして、で、今回コラボしたポストアーカイブファクションは、韓国のブランドになるんですけども、このブランドは2018年ですね。結構本当に最近創業された韓国のブランドになるんですけども、ちょっとこうテック系の商品、ウェアがかなり多いブランドかなと思います。で、実物ですね、開けてみるとこんな感じになるんですけども、オンのスニーカーのクラウドモンスターというですね、型があるんですけども、それをベースに今回ポストアーカイブファクション、略してパフですね。のエッセンスといいますか、少しこうアクセントが加えられたスニーカーになってます。オンのスニーカーはね、ソールがかなりこう特徴的なブランドになるかなと思うんですけども、クラウドテックというですね、特許もね、取得されているソールになっていて、かなりこう履き心地とかもいいみたいです。で、デザインはですね、こんな感じで、ちょっとこの斜めのこのディティールがね、かなりこうパフらしさといいますか、ぽさが出てるかなと思うんですけども、かなりこう洗練されたデザインのスニーカーになってるかなと思います。で、今回僕はですね、原宿のヌビアンで購入をしたんですけども、発売日当日ですね、開店前に、店舗にこう到着して、並びができていたので、先着順だったんですけども、僕は本当は黒のスニーカーが欲しかったんですけど、何人ぐらい並んでたんですかね。結構前から数えた方が早いぐらいではあったと思うんですけども、僕が買う頃にはですね、もうすでに黒は完売してしまってて、ちょっと白しか選べなかったんですけども、で、マイサイズも僕28か 8.5 なんですけど、それも全部もうなくなってしまってて、今回29センチをね、ワンサイズアップで購入してます。多分入荷もね、少なかったのかなとは思うんですけども、オンの本店も原宿にあるんですけども、そこもですね、結構当日行列になっていて、そっちでね、もしなんか当日購入した方とかいたらね、ちょっとコメント欄とかで教えてもらいたいですね。やっぱ本店の方が在庫あったんですかね。なんかそこら辺の情報が全然なくて、とりあえず狙ってた色ではないものの、一足購入できたので、結果良かったのかなとは思ってます。あとは、今回ね、スニーカー以外にもアパレル系の販売もありまして、パンツとかは僕結構気になってたんですけど、それもちょっと実物を見ることができなくて、パンツはちょっとシルエット履いてみないとわかんないなと思って、今回は購入はやめておきました。はい、というわけで、ちょっと今からね、借用感また別撮りで撮りましたので、そちらご覧ください。
はい、いかがでしたでしょうか。今別撮りの着用感見ていただいたかなと思うんですけども、実際に履いてみるとこんな感じのデザインになってます。僕あんまりこういう明るい色のスニーカーシューズ系持ってないので、すごい新鮮ですね。で、まあオンのスニーカー今回僕初めて購入したんですけど、やっぱりこうクッション性がすごいですね。クラウドテックと呼ばれるソールのですね、反発力といいますか、クッション性がすごくてですね、履き心地がいいです。で、今回のこちらのカラーも実物がちょっと真っ白すぎずに、ちょっとこうクリーム色ではないですけども、落ち着いた色味の白になっているので、コーディネートとかにもですね、結構合わせやすいのかなとは思います。まあ、今みたいにちょっとこう長めの同色系のパンツでワントーンで合わせてもいいですし、まあ、先ほどお届けしたコーディネートみたいに違う色のねパンツとか合わせても、まあ、結構かっこよく決まるかなと思います。まあ、ソールがかなりこう特徴的なので、テック系のパンツとかの方が相性はすごくいいのかなとは思いますね。で、今回のパフコラボに関してはやっぱここのデザインですかね、が個人的にはまあ、かなり特徴的かなと思っていて、ここがすごくアクセントになっていて僕は好きですね。サイズ感なんですけど、僕普段は28とか 8.5 をよくスニーカーで履いてるんですけど、まあ、今回のこのオンのスニーカーに関しては29でして、やっぱりちょっとこうつま先のところは余ってますね。ジャストサイズで履くのであればやっぱり28とかでも全然いいのかなとは思うんですけども、デザイン的に結構デカ履きをしてもね、様になるスニーカーかなとは思うので、結果として、まあ、29センチこの色で良かったのかなとは思いますね。いやー、このスニーカーやっぱかっこいいですね。この独特な色味といい、デザインといい、結構気に入ってますね。白だと汚れが目立つので、ちょっと大切に履かないとなんかすぐ汚れちゃいそうで、ちょっと怖いですね。まあ大事にね履いていければなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日の動画はこちらの先日発売されたオンとポストアーカイブファクションのコラボのスニーカーのご紹介をさせていただきました。まあ、コラボじゃないデザインのねスニーカーとかは、まあオンの店舗の方にもいろいろ売ってますし、まあ、気になった方はね、いろいろホームページとかこう見ていただけたらなと思います。はい、というわけで、まあ、今日の動画こんな感じで終わらせていただくんですけども、まあ、僕は普段からねこんな感じでファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。その他各種、まあ、SNS、まあ、インスタになるんですけどもやってまして、まあ、そちらもですねフォローしていただけるとすごく嬉しいです。はい、ではねまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。